ジュニアのチーム離脱が決定した理由に JFA の批判が殺到してしまう。伊藤については一部で性加害疑惑が報じられ、1日に離脱を発表した後に急転、判断を一旦保留して残留するとしていた。この日、協会幹部らが話し合って最終的に離脱が決まった。選手たちからは伊藤と共に戦いたいという声が上がり、田島会長がこの日、伊藤とオンラインで対話した際には、本人からもチームに残して戦いたいという意思を伝えられたという。一方で JFA としてはチームに与える影響、伊藤自身のコンディション、スポンサー企業への配慮など様々な要素から判断し、離脱を決定。残った選手たちへの影響は避けられないが、協会長は今の選手たちは本当にプロフェッショナルです。しっかりと切り替えて、明日の試合に臨んでくれると信じていますと話した。結局金かよ。スポンサーの顔色うかがいだろ。発表聞いた時そんなことだろうと思ったわ。やっぱ JFA は JFA だったわ。何が選手のコンディションだよ。金のことしか頭にないんだろ。伊藤は残りたいって言ったんだろ。選手のコンディションとか理由に入れるなよ。マジで伊藤がかわいそうや。これがきっかけでモチベ失わないといいが。JFA も週刊誌もなくなってくれ。ホットな話題から現地の声まで、他とは違った視点で情報発信中です。ぜひチェックしてね。